こんにちは。今日の講義は書籍、なぜか人生がうまくいく優しい人の科学です。この本は、私たちが日々の生活で優しさという言葉を口にすることはあっても、その実態や背後にある心理について深く考えるきっかけを与えてくれます。自分自身が優しい人だと思っていても、その実際はどうなのか、日常の中で振り返ってみると意外な発見があるものです。人に優しくできるかどうかは、心理や感情、そして周囲の環境などによって左右されます。優しさには様々な側面があり、それが複雑なものであることを理解することが大切です。時には自己防衛や打算の要素も働き、純粋な思いやりだけではないこともあります。しかし、科学的にも証明されているように、人に優しくすることは自身の心身にも良い影響を与えます。セロトニンやオキシトシン、ドーパミンなどの神経伝達物質が分泌され、ポジティブな好循環が生まれるのです。それによって人生がより豊かなものになる可能性が高まります。ただし、現代社会の中では、自分のことに忙殺されて周囲の人を思いやる余裕を失いがちです。物価の高騰や給料の増加の停滞など、様々な要因がその一因です。そんな中でこそ、優しさの意味や重要性を見つめ直すことが求められます。この本では、優しさに関する様々な視点から、日常生活で実践できるヒントを提供しています。例えば、自分の中にある歪みや偏見を正すことや、相手に共感することの大切さなどが示されています。また、男性と女性が求める優しさについても掘り下げられています。優しさは人それぞれ異なる側面を持ち、また求める側もその意味に対して異なる考え方をしていることが理解されるでしょう。さらに、自分自身にも優しくあることが重要であることが強調されています。自分を犠牲にしてまで他人に優しくあることは、長期的には持続しづらいものです。自己愛を満たし、自分自身を大切にすることも、他人に対する優しさの源泉となるのです。この本を通じて、優しさの意味や実践方法について深く考え、日々の生活に生かしてみてください。そうすることで、より豊かな人間関係や充実した人生が待っているでしょう。この書籍が読まれることで、読者は自己の行動や思考について新たな洞察を得るでしょう。優しさというテーマを通じて、人間関係や社会における様々な側面を考えるきっかけとなります。また、心理学や行動科学などの知識が豊富に盛り込まれているため、読者は科学的な視点からも優しさの意味や効果について理解を深めることができます。この書籍が広く読まれることで、社会全体にポジティブな影響を与える可能性があります。優しさの実践が増えることで、人々の心の安定や幸福感が向上し、それがさらなる良い循環を生むでしょう。また、優しさの実践は個人レベルだけでなく、組織や社会全体にも波及し、より良い人間関係や社会的結びつきを生み出す可能性があります。この書籍が話題になることで、優しさや思いやりに関するトピックが注目されることも期待されます。社会的な議論や個人の意識改革につながるでしょう。また、この書籍が広く読まれることで、他の関連書籍や学術論文への関心も高まるかもしれません。優しさや心理学に関するさらなる研究や議論が展開される可能性があります。この書籍が広く読まれることで、私たちの日常生活や社会の在り方にポジティブな変化がもたらされることを期待しています。優しさという小さな行為が大きな変化を生むことができるのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康でなければ私たちは全ての活動を十分に楽しむことができません。健康は豊かな人生の基盤であり、そのためには適切な食事や運動、睡眠などの管理が必要です。そこで、今回はライザップ結果にコミットプライベートジムを紹介したいと思います。このジムの特徴は多岐にわたります。まず、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。トレーナーが一人一人に合わせたプログラムを作成し、個別指導を行うことで効果的なトレーニングが可能です。そして、食生活やメンタルのマネージメントも行われており、健康管理にも特化しています。さらに、30日間無条件全額返金保証がついており、安心してサービスを利用することができます。また、1日50分、週に2回という無理のないトレーニングスケジュールも魅力的です。
時間を有効活用しながら健康的な体づくりを目指すことができます。さらに無料カウンセリングも行われており、自分に合ったプランを相談することができます。そして完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うことができるため、他人の目を気にすることなく集中して取り組むことができます。このジムはこれまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作成する専用プログラムや無理な食事制限なしで食べられるダイエットが特徴的です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れることができ、リバウンドしにくい体作りが可能です。そして30日間無条件全額返金保証がついているため、安心して挑戦することができます。テレビ CM で話題のパーソナルトレーニングジム、ライザップ結果にコミットプライベートジムは、健康管理に特化したサービスを提供しています。自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。